京阪片野線。片野線は、大阪府平方市の平方市駅から、大阪府片野市の記載地駅までを結ぶ京阪、電気鉄道の鉄道路線である。大阪への通勤路線であるとともに、記載地周辺の行楽地への路線でもある。また、京阪本線と JR 片町線、学研都市線を結ぶバイパスとしての機能も果たしている。平日朝ラッシュ時は、 約7から8分間隔、平日日中以降と土曜、休日は約10分間隔で運転されている。2013年3月16日のダイヤ変更より、京阪本線直通列車、後日の折姫、彦星が全敗差、定期列車はすべて4両編成で線内折り返し運転の普通列車となっている。1987年6月1日の ダイヤ改正までは、平方市駅発の初発列車は、片野市駅で折り返していた。平日朝に、北市駅から、京阪本線、中野島線に、乗り入れ中野島駅まで直通する、通勤階級、織姫、平日夜に、中野島駅から、北市駅まで直通する、快速急行、彦星が運転されていた。織姫、 彦星とも片野線内では各駅に停車した。織姫は2003年9月8日から平日朝に被災地発淀屋橋行きの軽特急として、彦星は同日より平日夕方の天間橋発被災地行きの準急として運転を開始した。織姫は軽特急だが列車方向幕には特急と表示されていた。この時間の京阪本線平方市駅。 淀屋橋駅間の下り系特急停車駅は特急と同じであったためさほど問題にはならなかった。中野島線が開業した2008年10月19日のダイヤ改正で中野島線直通となり、それぞれ通勤階級、快速急行に列車種別が変更された。また、彦星の運転時間帯が繰り下げられた。二千六年四月十四日、七千二百系が およそ4年ぶりに入選した。2002年4月から運行されている1万系の増備車1万4回が2006年4月15日から入選、続いて1万5回1万6回も入選した。同年10月22日には7月29日から運転されていた機関車トーマスのラッピングを施した1万系、1万系駅、関車トーマス号による臨時系特急が運転された。 同系による軽特急運用は二度目である。また、休日の軽特急の運転は初となる。2007年1月21日には、機関車、トーマスラッピング電車のラストランとして、臨時軽特急が、被災地天馬橋間に運転された。2007年9月22日より、終日は満運転が開始された。ただし5両編成での運転の列車を呼び、早朝、 深夜の一部の列車を除く。それに伴い、1万系、全6編成と駅の保安設備更新も行われた。また、ワンマン運転実施にあたり、運転手の特別教習も実施されている。なお、車内放送は、女性の声による自動放送となった。2600系の場合と、 1>, 1万系でも早朝の一部列車と深夜の彦星よびその折り返し普通については従来通り車掌が乗務。1万系の場合、行き先表示はワンマン運転時での平方市記載地ではなく、平方市内市記載地、彦星では、片野線記載地のみを表示。2013年3月16日のダイヤ変更で、京阪本線、中野島線直通列車。 織姫、彦星が共に廃止された。2000年秋に宇治快速に変わる、降落期の四線直通列車として設定されたのが、紀災地快速ハイキング号である。京阪本線からの臨時直通列車は1960年代頃に設定されていた臨時行、紀久地号以来となる、京阪電気鉄道発行の車種京阪70年の歩み、1980年の 年表によると、1968年に、宇治千林寺急行、宇治号と共にこの、被災地号が運行されていた記録がある。車両は5連車を使用していたが、宇治快速と違い、車種の限定は行われていなかった。に往復設定され、当時の停車駅は、淀屋橋駅、北浜駅、天馬橋駅、京橋駅、平方市駅と、片野線全駅であった。なおこの、折り返し列車は、 無事快速では回送であったが、被災地快速ハイキング号では、臨時普通列車として運行されていた。被災地快速ハイキング号は2001年の春と秋にも運行され、合計3シーズンの運行であった。2002年春、被災地快速ハイキング号は、快速から臨時急行に格下げされ、被災地ハイキング号に改称され、かつての被災地号とほぼ同じ停車駅となった。 また編成も5連から4連に短縮したが、新車のアピールも兼ねて1万系限定で運行されることになった。ただし初日の4月21日のみ1往復が2600系5連での運行であったが、2往復体制に変化はなかった。また折り返しの臨時普通も存続されていた。この列車も同年秋と2003年春の3シーズン、運行された。 2000年代前半に運行されていたこれらの列車は2003年改正で廃止されたが、後の折姫、彦星のルーツとなっている。以下は除石分。1983年3月に第一陣が運行を開始した6000系は、同年12月の河川電圧昇圧までの約9ヶ月間、昇圧時の6000系による置き換えの対象となっていた釣りがかり車である600系。 1300系、1700系とともに運用される姿が見られた。王子平方間を結ぶ計画を持っていた、シギエ電鉄が、平方線として、地方鉄道法に基づいて開業させた。そのため当時の軌道条例で建設された、京阪本線、宇治線とは異なり、既存の道路上を走る平用軌道区間を作る必要もないため、 宮の坂駅方の市駅間はほぼ一直線に建設された。また車両面でも車両の小型化による運行経費削減を目的として京新線より車両旧京新儀軌道1 6系を借り受けたときは地方鉄道法に適合するよう車両を改造している。この車両は京阪900型を名乗っていた。開業時は全線単線で行き違いができる駅は村野と方の その他の中間駅はすべて一面一線の無人駅であった。自前の変電所を持たず、京阪より電力の供給を受けていたり、運営を委託して車両も借り受けるなど京阪との結びつきは強かった。1939年、昭和14年3月1日に午後2時45分に、 大阪陸軍兵器祥金谷倉庫第15番倉庫で、玉からだから新幹を取り外し中に爆発。折からの強風に煽られ3時29分、砲弾、作薬に陰火誘爆、半径 2km に弾丸や破片が飛び散る、大爆発で、消火活動も行えない状態が3日間も続き、降り注いだ砲弾破片などで送電線、電車線、電気供給施設が破損。 京阪線から電力供給を受けていた片野線も運行停止となった京阪線は同月4日午後8時に運転再開するも平方駅の再開は同月6日までかかる。片野線の運転再開日は不明。同年5月にシギエコ電鉄から片野電気鉄道として分離1944年京阪神急行電鉄に合併され、 京阪電気鉄道の分離に伴い、京阪電気鉄道型の線となる。戦後、観光シーズンには、京阪線との直通臨時列車として、臨時急行岩船号が設定されていた。1960年は5月8日から11月27日までの日曜と祝日に運転され、天馬橋駅を午前8時54分と、同9時35分に、 被災地発は午後4時16分に発車で運行していた。途中停車駅は京橋駅、平方市駅であったが、大和田駅で特急を退避するために、当時単線の片野線では、村野駅、片野駅で通勤の授受注のために運転停車があった。身体障害者対策として1981年、昭和56年に、片野線のすべての駅のプラットフォームに、 視覚障害者誘導用ブロック、展示ブロックが設置された。片野千円線は七夕にまつわる伝説が残る地で、あり、平方片の七夕伝説イベントの一環として、2004年から毎年7月7日には、同線終着駅、被災地駅において、準急、彦星と臨時系特急、折姫が出会うイベントが開催されている。両列車の並びは5分程度だが、 ヘッドマークの展示やヘッドライトの点灯など、ファンサービスが充実している。鉄道ファンのみならず、地域住民が大勢へ訪れ、テレビ局も取材に訪れる。織姫、彦星両列車の並びを見置いた後は、同線を利用し、織姫の寄付新車、旗物神社、彦星の研究席、そして、両者が出会うあいあいは市周辺で開催される祭りに参加するのが、 このイベントの楽しみ方とされた。なお、2007年の7月7日は土曜日であったため、平日ダイヤでのみ運行される準急彦星と臨時系特急、織姫が出会うイベントは実施不可能となったが、代わりに、肩の線普通列車に新デザインのヘッドマークを検出して、七夕イベントを開催するとの公式発表があった。 2003年の運行開始から数えて3代目となる新しいヘッドマークは、七夕イベント当日、被災地駅に展示され、準急、彦星と軽特急、折姫には7月9日、月曜日の列車から使用された。出会いイベントの代替手段として、7月7日の当日は、被災地駅の1番線に、折姫の記念副標識、通常の折姫ヘッドマークとは異なり、 第10回七席サミットの開か方、型の開催記念を兼ねた特のものである、ハトマークを掲出した1929回、特急色による臨時列車を約3時間臨時停車させ、型の線内折り返しの定級運用列車1編成、1919 19回柔等、に、彦星の記念副標式、この副標式も、通常の彦星ヘッドマークとは異なり、 織姫と同様の経緯で作成されたものであるを、形出して運行した。これにより、記載地駅では、計五回の出会いが演出された。2009年以降は、2008年のダイヤ改定により、織姫、彦星の種別がそれぞれ通勤階級、快速急行に変更、かつ、彦星の運転時間帯も夕ラッシュから深夜に変更され、夕刻でのイベントが行えなくなったことから、 2007年の時と同じように、片野線普通列車にヘッドマークを掲出して、七夕の出会いイベントを開催することになった。しかし、2011年以降出会いイベントは開催されず、2013年のダイヤ改定で、織姫、彦星は廃止となった。2016年には、平方市、片野市の産業振興キャラクター、彦星くんと織姫ちゃん。 双子の兄弟制で、サンリオキャラクター、リトルツインスターズ、キキアンドララを1万系にザインした車両を、キキアンドララトレインとして2016年7月2日から10月30日までの期間限定運行がされた。特製ヘッドマークも掲出。イベントにちなんだ限定商品も発売された。バリアフリー対策として、全駅に車椅子対応スロープ。 またはエレベーターが設置され、券売機には展示の運賃表、ホームには展示ブロック、トイレには車椅子、オストメイトに対応した多目的トレが設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。